ところにいるハート。ですね、なんか今日は急遽収録ってことで、何やるの？何やるんですか？本当に冬季休暇で公開が追いつかない。わあ、あれですよね、あの他の VTuber さんがこう年越し配信とかカウントダウンとか、逆か、順番逆だけど、カウントダウンとか年越し配信とかやってる、ま、時にね、まあがっつり休んでましたから、わあ、そうですよね。あの、イルハートチームはホワイトシコ。まあそうですね、それでいいですよ。私のチームはホワイトシコ。はい。お、だから1分でできる犬の宇宙人のモノマネか、愛の哲学を語るか、どちらか選んで。待って、どっちもやりたくね。愛とはですね、まあなんて言うんだろうな、なんかこうよくなんか綺麗なドラマとか小説とかでこう無償の愛とか永遠の愛とかこう語り継がれているじゃないですか。まあね、イルハートに言わせてみれば、まあそんなものはないかなって思うんですよね。っていうのもやっぱりなんだろうな、なん、あの形とか口にしないと伝わらないことっていっぱいあるじゃないですか。なんて言ったら分かりやすいよ。例えば、じゃあすごく綺麗な宝石を買いましたと。綺麗な宝石を買ってきたとするじゃないですか。でも、やっぱりさ、買ってきた最初の頃って、わーすごい綺麗だなーとか、素敵ーって思うじゃないですか。ね、なんかこう、あ、いつつけていこうかなーとか、どこにつけていこうかなーとか、でもやっぱ見てるだけでさ、テンション上がったりとか、こういい気分になったりとかね、するじゃないですか。まあ、男の人で言ったらフィギュアとかもそうなのかなって思うんですけど、なんかやっぱりこう時間が経つにつれて、まあ、最初に感じていたその素敵だなとか、なんかいいかっこいいなとか、可愛いな、好きだなっていう気持ちって、まあまあね、なくなるとは言わないまでも、まあ多少薄れていくっていうか、まあそのものがあることがなんかこう自分の中に、自分の日常にとっても自分の日常になっていく、自分のも当たり前のものにね、なっていくっていうね、ところもあると思うんですも、うやっぱりね、まあその最初の頃に感じたその気持ち、愛をですね、感じ続けて生きていくのがもちろん、まあ自分も幸せだし、まあ宝石とか、まあ、フィギュアにとっても一番嬉しいことだと思うんですよね。ってなると、やっぱりそのずっとその愛を持ち続けるためにはやっぱりどっちもね、努力が必要だと思うんですよね。別に、あ、もうあれを好きでいなきゃいけないとか、そういうわけじゃないんだけど、なんて言うんだろうな。例えばね、じゃあ、イルハートとみんなだとしたら、じゃあ、イルハートはみんなをね、みんなにもっと好きになってもらえるために、じゃあ、動画を出したりとか、生放送やったりとか、Twitter でなんかみんなに話しかけてみたりとか、ね、なんかこっちからもいろいろ発信していって、で、まあ、ね、みんなもその分さ、何か反応をくれたりとかさ、して、なんかこう、なんていうの、ギブアンドテイクって言うんですか。っていうか、なんかまあ、お互いにさ、その、何かしらのアクションを起こし続けていかないと、なんかその気持ちを持ち続けることって難しいと思うんですよね。だから、まあ、なんて言うんだろう。だって、イルハートもさ、まあ、こうやってバーチャル YouTuber として活動しているわけですけれども、やっぱりさ、その、例えば Twitter でなんか書いたりとか、でもさ、こう見てはくれ、イルハートのツイートを見てはくれているけど、例えばじゃあ何にもいいねとかなんかリプとかもないっていうか、してくれないってなると、イルハートもやっぱり気づきにくいんですよね。何、なんかイルハートのことを見て何を思ってくれたんだろうとか、何か感じてくれたのかなっていうこと、やっぱり何かしらみんな思ってくれてると、何かしら感じてくれてるとは思うんだけど、やっぱり私には全部は伝わらないわけじゃないです。だからこう伝えて欲しい、何の話だしてるんですけど、まあ何が言いたいかっていうと、まあ私の好きなものは肉と練乳とタピオカと、まあその次ぐらいにあのリスナーのみんなが好きです。なので、なんだろうな、まあ肉は、肉に関しては私無償の愛なんですけど、待って、なんかさ、ほんとさ、多少でいいから台本用意しといてくれないかな。
なんですけれどもね、まあまとめて言うと、イルハートみんなにもっともっとね、これからもずっと好きでいてもらえるように、あ、なんかね、まあ私もなんか今の現状に満足しないで、こうみんなにもっともっと好きになってもらえるようなね、いろんなことをしていきたいなって思うので、こうみんなもね、例えば何かしら声をかけてくれたりとかさ、こうなんかイルハートに対してこうみんなの気持ち、ラブをですね、伝えてくれたらすごく嬉しいなって思います。こんな感じですかね。まあそんな感じでですかね。もうなんか楽屋裏さえもない、なんかまあ動画出さないよりはマシっしょみたいなテンションの、本当に本当に台本マシなんだよ、愛について語ってくださいみたいなガイなんですけどね。まあこれからね、この、まあ、さっきもちょっと話したけど、みんなにこうもっともっと好きになってもらえるようにね、こう生放送とかね、いろんな企画とかも準備をしているので、ぜひお楽しみくださいということでこれ何回なんだろうね。ということでありがとうございました